タデは、タデ科犬タデ属の一部、より具体的には、サナエタデ節の総称である。かつて犬タデ属などは、タデ属にまとめられていたが、ヘドバーグや続く研究者により、現在ではそれらは、約8属に分割される。すべて草本で、陸地性のものは一年草だが、水性のものには、地下茎を引く、多年草もある。また、タデ科の一年草の中で、水上果樹のものと定義することもある。ただし、タデ科内では、犬タデ属、サナエタデ節の他に、同属水引節ゼクテ、トベラとイブキトラノオ属バイストロタも果樹は水上である。競技には、サナエタデ節の柳タデを意味する。本来のタデは、この種で、タデクウ、虫のタデも、この種である。標準和名、柳タデは、葉が柳に似ていることから。幼少は切れ形、果樹は水上。温帯を中心にほぼ全世界に生息する。犬タデ属は、サナエタデ節に加え、ゼクテ、トベラ、イクアイナコロン、セファラフィリンの計4節からなる。それらや近縁属との系統関係は次の通り。一方、分子系統により、サナエタデ節のエゾノミズタデペセケリアアンフィビアとハリタデペセケリアブンゲアナを、それぞれ一種からなる新節ゼクテ、アンフィビア、Truelloidesに分離する説が現れたが、少なくとも、ゼクテ、アンフィビアは、サナエタデ節内に位置するようである。サナエタデ節には、約60種が属す。日本には、約20種を産する。その他の主な種、この他、和名に、タデを含む種が、他の属に散在するが、系統的には、やや遠い。特有の香りと辛みを持ち、香辛料として薬味や刺身のつまなどに用いられる。野生の紅タデが最も辛く、栽培種の青タデは辛さが少ない。辛み成分はポリゴジアール。タデの葉をすりつぶして酢で伸ばしたものはタデ酢と呼ばれ、鮎の塩焼きに添えられる。品種としては柳タデ、紅タデ、青タデ、細葉タデなどがある。福岡県朝倉市は日本国内生産の約7割を占める。ベトナムでは付け合わせとしてよく食べられている。アイは染料に使われるほか、柳タデの出荷が難しい晩秋から初冬にかけ、爪楊として栽培出荷される。ただし辛みはない。オーケタデは観賞用に栽培される。ありがとうございます。